騙された。おい、何騒いでんだ。トドロキャン、高額カード買ったら詐欺にあったんです。ん、おもちゃのカードの詐欺だ。ただの紙だぜ。カードゲームのフリマ詐欺、転売の実態。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘の若頭だ。そしてこいつは最近入った古文のキリギリスだが、俺ネットフリマで詐欺られたんですよ。まずこの箱は何なんだ。遊戯玉カードのエクストラパックです。この中にはレアカードが入ったパックが入ってるんですが、それを抜かれたものみたいで。遊戯玉、え、知らんのですか。俺が子供の頃流行ったカードゲームなんですけど、今はコレクター商品としてプレミアついてるもんなんです。ああ、そういえばなんか昔流行ってたな。待て、カードゲーム？そんなガキのおもちゃにプレミアだと？公式大会だけで配布されるようなレアカードやと1枚60億も値がついてるもんもあるんですよ。60億だと？そっくりマンシールでもそんな金にならねえだろ。レアやなくても初期のものやったり、廃盤になって再販されてないカードやったりするとプレミアつくんですわ。なるほど、いろいろ事情があるんだな。俺もデュエルや YouTube のネタとしてコレクションしてたんですが、フリマで100万で買ったもんが最初リンク品で。最初リンク品？最初リンク詐欺。シュリンクとは包装のことで、ここでは外箱を覆うビニールシートのことを言う。ちょっと待て、お前そんなもんに100万使ったのか。ただの紙切れがそんな金になるのか。新しいしのぎとしてもいいかもしれないな。最初リンク詐欺はその包装を一回解いて、中身を確認してレアカードが入ってるパックだけ抜いて、そうじゃないパックと入れ替えてシュリンクし直すんです。と言っても箱の中のパックは未開封なんだろ。レアカードは通常のものよりも少し重いんですよ。コンビニでパックを量りにかけてるやつなんかもよう見ますわ。てかよく見りゃそれもまだシュリンク解いてねえじゃねえか。なんで箱も開けてないのに言い切れるんだ。シュリンクのビニールにシワがいってるんです。横面とか上面とか顕著なんですよ。ほう、そんなもんで判断できんだな。公式では特注のシュリンク機械を使うんで、シュリンクの仕方自体が違うんですよ。それもビニールの後からわかるんですわ。でも買う前に気がつかないもんなのか。フリマなら言えば写真撮って送ってもらえるだろう。この手の詐欺しよるやつはそういう時のために公式のシュリンクを破る前のものを写真に撮っとくんですわ。ああ、なるほどな。それで詐欺だと見抜けないと。やっぱ1枚もレアカードないやんけ。でもそんな紙切れが根の張るものと聞いちゃ、しのぎとして考えずにはいられねえな。トドロキャン、今の発言全国のデュエリストを敵に回しましたよ。早速遊戯玉について調べて転売ビジネスをやるとするか。いや、転売もあきまへんて。悪徳な高額転売はやめましょう。転売、詐欺の実態。なるほどなるほど。生産終了以外でもゲームのルール変更でカードの価格が高騰することもあるのか。まるで株です。しかし違法ではないみたいなので、新しいしのぎにはいいかもしれませんね。そこまでよ。あ、有ヶ谷、こいつの名前は有ヶ谷由紀。暴力団対策課丸坊の女刑事で、どんな些細なことでもこうやってねちっこく嗅ぎ回ってきやがる。そのしつこさ、一緒に過ごせるプレミアな時間がどんどん増えていってたまらんばい。この泥棒猫がまだ勝手に入りやがって。文句は署で聞くわ。それより最近ネットフリマでカードゲームの出品詐欺を働いている組織があるって聞いて捜査していたけど、まさかあなたたちだったとはね。違う、俺たちはそいつらに騙されたんだ。騙された？あなたたちが被害者なの？だったら朱雀組かしら。朱雀組だと？ええ、カードゲームを利用したネットフリマでの組織的な転売や詐欺被害の報告がここ最近何件か上がってて。他にどんなことをしてやがったんだ。例えば他の出品者のページから画像と説明文を引っ張ってきて割高で出品する無在庫転売があるわね。自分のページで購入されたら引用元から購入して高値で売るみたいですね。引用元の商品が売れてしまった時は在庫切れと断るみたいです。それとまとめ売り、商品ページにはレアカードの写真を載せておいて、概要欄に画像はイメージですって記載しておくパターンね。イメージって言っておくことでレアカードが入っているかははぐらかすってことか。立ち悪いな。
あとこれは海外の購入者が被害の対象になるけど、入札代行詐欺なんかもあるわ。入札代行？日本のフリマアプリの出品物を代行入札する海外ユーザー向けサイトで横行している詐欺よ。そんなサービスがあるのか。それもしのぎに。トドロキさん、それはちょっとやめておいた方が。やっぱりダメか。代行入札詐欺は備品と称して日本のネットフリマでカードの写真を出品して、最高額入札者になるまで入札削除や出品の取り消しを繰り返すのよ。そうやって値を釣り上げていって、落札されたら偽物のカードを送りつけるのだ。偽物のカードはフィギュアなんかと同様に海外の通販サイトで購入できるのよ。どうやらこの手口で38億の被害に遭った海外の YouTuber もいるみたいですね。38億だと？詐欺はダメだが、こんな紙切れでもますますしのぎに。あんた、さっきからしのぎしのぎって言ってるけど、これは詐欺なのよ。そんなことしてみなさい。即刻逮捕しますからね。分かってる。しかもうちの島のもんがやられてんだ。そんで相手が須作組とくりゃ勝ち込む以外なんもねえ。ちょうどいいわ。私も捜査してたところだから協力しましょう。ふっ、丸坊様も気が利くこったな。アリガーと一緒に勝ち込みに行けるなんてデート当然じゃねえか。くぅ、トドロキが協力だなんて。何よ、また嬉しい機会もらっちゃったじゃない。こんな紙切れなんかに大金はたくバカどもには助かっちまうぜ。今回は100万、次からは桁をもう一個増やせるくらいの偽物を。そこまでよ。け、お前は立つだけじゃねえぜ。よくもうちの人間を騙してくれたな。土蜘蛛の若頭、こんな紙切れで土蜘蛛をたぶらかすなんてどうなるか分かってんだろうな。もう逃げられないわよ。おとなしくしなさい。てめえこの、あいつ、あべし、あいつ、へぶし。おっと、今のはお前をかばった正当防衛であって制裁じゃないぞ。かばう？私でもそんな奴ら蹴散らせたわよ。まあ何にせよ、こいつら豚箱行きだな。何よ、もうドキドキしたじゃない。詐欺容疑で現行犯逮捕します。余罪についても署でみっちり聞かせてもらうわよ。トドロキさん、今回は本当にありがとうございました。おう、敵討ちだけじゃなくて須作組のやつも潰せるなんて一石二鳥だぜ。カードゲームの出品、さあこのしのぎをどう使うかな。ただカードゲームで商売やろうって顔してるわね。えってお前まだいたのかよ。ネットフリマは自由だけど、詐欺なんか働いた時には即刻逮捕するわよ。誰が詐欺なんてやるもんか。つうかお前、そんなに俺と一緒にいたいのか。まあ捜査には協力してやらんでもねえが。ええ、しまった、本音と建前が逆に。嬉しい。捜査とはいえ、トドロキが一緒にいてくれるだなんて。そんな顔されちゃ。いやー、やっぱりお二人はお似合いですね。お似合いじゃないって真似するな。女刑事のシークレットレアな表情を引き当てたヤクザなのであった。ヤクメコミックス絶賛発売中。買ってくれたら。好き。俺からも頼む。チャンネル登録と高評価も忘れずにな。